はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート39やっていきたいと思います。残るはデーモン兵団ですねになりますので、まあこのデジローをね、完成を待ちつつデーモン兵団の調査に、行きましょうということで、目的地としてはこっち側か。あ、そうか、氷の塔へ行けって言ってたよね、そういえば。一回ここに着地して、さらにそこから上に登って、まあ、氷の塔まで行きますか。氷の塔っていうくらいだから、この炎の剣の方がいいよね。攻撃力自体はガイアの剣の方が強いんだけど、ここちょっとね、雪地帯になってるから。あ、そっか、ムーンペタからさらに南だっけって言ってたよね。ムーンペタまでワープしてもよかったな、そうすると。あ、ドラキー、このドラキー美味しいんだよね。ちょっと倒していこう。マジでジャガイモ落とすからな。食料不足のうちにとってはかなりありがたい。待って、一回ここを経由しろってこと、それともまだ全然先かな。毛皮がないやつらには無理な場所さ。え、お散歩中の気のいい大きいさ。氷の塔が立っている山からここに来たんだ。もし氷の塔に行きたいならこの道を下ったところにある橋を渡って海岸を右手に進むといい。でも大丈夫か、お前らみたいに貧相な体じゃ吹雪で前に進めない、体力も減る。大きい土だって吹雪の中じゃ生きていけない。雪国を生きられるのは分厚い毛皮の魔物だけ。イエティとかかな。魔法となってきた。あっちギラだな。え、とりあえず行ってみるか。行くだけ行ってみよう。で、足りなかったらそこでどうせ何か言ってくれるでしょう。魔法小石はちょっと回収していこう。橋って言ってたよね。え、どこ、そんなんなくね。あ、あっちか。肉、肉をくれ。いいね、お前も肉になってもらおう。肉だった今、分かんなかった。アルミラージ、肉、肉をよこせ。綿か、まあ悪くない。綿も不足気味になるから。魔法小石が結構あるな、後で使うかな。今いくつだっけ、63か。大丈夫そうな気がするんだよな。大理石がね、もうほとんどないんだよね。ただ使いすぎて、また大理石の調達に行かなきゃいけないけど、ここら辺って、あ、これ大理石だな。この白いやつが大理石なんですよね。大理石ただね、そんなにあるわけじゃないんで、ちょっと上見てみようか。あ、あそこの右が大理石地帯だな。ちょっと大理石一回補充していきます。本当にないんで、ちょっと雪でいいや。雪を足場にして、ここら辺からいきます。ちょっと待っててくれや、二人とも。あったあったあった、これこれこれ、ここら辺ちょっと一帯を壊して、こうの、違う、じゃあこうこうこうか。70、80くらい、もうちょっと一体壊したいです。ここら辺とこっちも壊す。表面だけなんだよね、大理石になってるのって。あんまり奥までね、大理石が続いてるわけじゃないんで。あれで、こうの、こう、ここ、ここ、じゃあここ、ここだけよし。あっ、危ねえ。せっかく壊したのに。まあこんだけあれば十分でしょう。で、どっからどう行けって言ってたっけ。 あっちか、飛んでこう、せっかくだから。さらに大きい槌、ケムクジャラならイエティになれってことが、もしかして。修行中の大きい槌、大きい槌も修行するんだ。ゴワゴワした毛皮でも吹雪には耐えられない。
毎日ここにいればいつかイエティさんみたいなモフモフの毛皮になれると思って。そんなわけないだろ。イエティみたいにならなきゃダメ。あ、体力減ってる。ちょっと待って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 、どっから飛んできたからわかんねえんだけど、飛んでる間大丈夫だったよね。ちょっと早急にイエティになろう。あ、変幻の杖あるわ。じゃあヘリがやばいな。じゃあこれちっちゃい、これもちっちゃい。大きずちじゃダメだ。ケムクジャラもちゃんとなるんだね。じゃあ行ってきまーす。あそこになんかまた物を持ってきてくれ。てかさ、これで戦うの？あ、やばいやばいやばい、しまったしまったしまった。3種類か。え、戦う、あ、でも襲ってくる、襲ってこないよね。同じモンスターだよ。あ、襲ってこない襲ってこない。話せる、話せはしないか。ブリザード、こいつはザラキ唱えてくるかんな。いや、唱えてくるか知らないけど、ザラキ唱えてくるから。キラーマシンがいるなあ。あんたこの島は、え、オッカムルって島だよな。ちげえよ。ここはムーンブルクだったと。俺バニーをわざわざ見に来た。今から別の島に行く気力はない。ここでバニーが見たい。なんとかならねえか。変化してくれてもいいぞ。あ、そうなの、たまにバニーになるよね。ちょっとここは吹雪が止んでるから少し粘りましょう。せっかくだからイベントはこなしたい。あと連打してるとね、多分バニーになった瞬間もあーって言って変化しちゃうから、おっさんじゃないんだけど、で人間になる確率の方が低いね。基本モンスターだけどたまにおっさんとかバニーになるんだよな。多分そもそもモンスターになる確率が 80% くらいかな。お、バニーになれたみたいだ。どうだ。おお、これが夢に見続けてきたバニーちゃんか。すごいな、最高だな。俺にこいつあげちゃうぞ。イカズチの石2個。ああ、まあ貴重は貴重だな。俺もバニー姿になりてえなーって。お前そもそも足が4本あんだろ。じゃあちょっと寒いからイエティに戻ります。よし行こう。んこの、あ、導きの弾があるね。触れる、あ、触れる触れる。オーケーオーケー。雪山の小屋、魔物になると走れないからね、そこが大変なんだよね。ブリザード、この吹雪の中は快適なのかな。やっぱり氷の塔の中に入ればさすがに大丈夫でしょう。だって魔物じゃ戦闘できないからさ。げっ、ボストロールがいる、マジかよ。え、ちょっと待って、イエティの姿で行って大丈夫？ちわーす、イエティっす。ボストロール様、ご機嫌いかがでしょうか。なんだ貴様らは見回りか。最近人間が魔物に化けて我々のことを嗅ぎ回ってるらしい。せいぜい注意しておけ。貴様らのような雑魚は奴らに会ったらすぐにやられるだろうかな。ごもっともです。醜い魔物に言われたくない。いいから電話への弱点吐けよって。そりゃあいつらの弱点は霊気だ。だから俺たちがあいつらの代わりに霊気を出すお宝を守ってやっている。どうしてそんなことを聞く、怪しいやつめ。おい、あれを持ってこい。あれ、ラーの鏡とかまだあんの。げ、ある。いや、でも殲滅すれば問題ないよ。正体を見られたからには生かしておくわけにはいかない。死んでもらう。ちょっと待って、俺はちょっと周りのやつ、うわー、寝るのかよ。シルバーデビル、シルバーデビルさ、そんなの使ってきたっけ。ラリフォー的なやつ、ラリフォーってか普通に入ってるけどね、息。あ、待って待って、これちょっと逃げよう。よし、オッケー。骸骨、あ、
こいつなんか戦闘に参加してないんだけど。まずは周りを倒して、よし逃げよう。あれキンキンって勝て、もしやこいつにはあんまり炎が効かない。はい、来るか。よし、あとはこいつだけ。こうやって戦ってる間に必殺がたまればもうヒットポイントも少ないしね。コストロール弱かったな、確かに。最初から越しちゃえばよかった。ラーの鏡はアネッサが保管していた。これは僕の勘が当たってしまったみたいだ。スパイはきっとアネッサだ。何？あのラーの鏡が何よりの証拠だよ。彼女が敵に渡したに違いない。今回アネッサの代わりに僕が来たのは何か証拠をつかもうと思ったから。まずあそこの宝箱を確認しよう。アネッサのこと今は胸の中に留めておいてほしい。ひとまず僕に預からせてくれ。いや、お前が怪しいよ。お前がアネッサからパクったんだろ、どうせ。で、アネッサに罪を着せると。お前ひでえやつだな。これ何、ところで、え、これ何、千年氷の結晶4個。え、4個手に入れたってことはさ、汎用性のあるあれなんだね、多分。強い霊気を感じる。デーモン兵団の弱点が霊気。それを使えば何か作れるかもしれない。よし、魔法兵器を作ろう。てか氷の塔とかさ、か結構長いダンジョンなのかなって思ったけど、全然楽勝だった。ヒャドトラップ。宝箱は回収していく。一応左右を見てみよう。何かお宝があるかもしれない。おーい。こと二べを。さっき宝箱見えたよね、ここ。落っこっちゃったかな。はい、OK。で、お前、邪魔だ。どっか行けや。はいはいはい、邪魔ですと。これは金。あ、金だね。なるほどなるほど。こちら辺には、おお、危ない危ない危ない。足場が悪いね。破壊されてんのかな、そもそも氷の塔自体が。おお、まだ上はありそうだけど、どうなんだろうな。こことか意外に壊れてんな。まあ、こんなものでいいかな。あんまり探索に時間をかけられないっていうところがきついな。行くとこ埋もれてないから、なんかアイテムがそこまでは全部探せないからね、さすがに。まあいいや、こんなもんで行きますか。行きますかって言って未練がある。いや、行こう、帰ろう。ではではでは、ムーンブルク城。で、シャドトラップか。材料は足りるかな。床スイッチが1個足んねえわ。ちょっと床スイッチを先に作って、じいさんがついてきてるけど。1個で5個作れるからな。これが足んないって出てるんだけど、ちょっと待って。じゃあ300個作っとくか。え、白壁なんで足りるはずだけどな。足りる分だけ入れたはずなんだけど、あいつはなんか勝手に映し出すからな、別の箱に。こいつここお気に入りなのかな。4つ
ただこれでもう千年ゴールはなくなっちゃったね。で、レイヒョってできるまでに結構時間がかかるから、てかこれめちゃ時間かかるね。4つ作って1個この速度でしょ。まだここら辺も出来上がってないしな。せっかくだからまた水を流していくか。棺桶が水浸しになるぞこれ。はい、ここ水が、棺桶が水浸しになってしまう。中の死体がちょっと腐ってはしない。水に濡れる、あれどうなるとミイラになるの。要は水分がないからミイラになるんでしょ多分。いやわかんない、俺そういう全然詳しくないけどさ。とりあえずじいさんに話そう。おじいさん、シャドトラップ、デーモン兵団の魔物どもを氷漬けにする。起動するための仕掛け、すぐ近くの兵器しか起動できない。シャドトラップを遠くから起動できる便利な仕掛け。え、それも必要なの。シャドトラップとひらめいた仕掛けを置いてデジロを完成してくださいと。遠隔操作用か。リモコンスイッチで、スイッチってさ何に対応してんの。対応するスイッチのあれが分かんないんだけど、今勝手に作ってもらってるじゃないですか。これじゃあいざ自分でさ空っぽ島に行ってさ作ろうってなった時にさ、スイッチとかどこに置けばいいんだか全く分かんないんだけど。でリモコンスイッチも作りますか。これは6個。よし。で、結局、時間かかるから、城の壁はこの中に入れちゃうか。はい。これで300個ある。で、これはまだ必要。いや、もう必要ないか。マークはついてないからね。あ、ここら辺も全部修理してるんだ。前回さここら辺壊されちゃったじゃないですか、このトラップ。それも修理してのデジロか。ってことはその分で余分に材料が必要なんだな、きっと。じゃあ料理しよう。受け取る。あ、肉肉肉肉をゲットしたから肉を入れよう。自分の分は自分で作ろう。で、ここどう、生肉2個。あ、ステーキがでも14個ある。それなりにあれだね。で、なんでさこいつらさこれ入れるの、この中に。超謎なんだけど。どうせさ途中で切り上げてさ戻ってきたんでしょ。あー、もうパンがない。パン入れよう。あれ、ちょっと待って、料理してない。で、夜か。夜になったってことは寝ればあれもある程度できるかな。魔法の鎧かっこいいね。あ、あいつ途中で寝に戻ってきたな。待て、これは俺のだ。あ、パクられた。あ、危ねえ、パクられたかと思った。俺のステーキを。よし、キャドトラップもじゃあ出来上がっているんで、あいつらが飯を食ってる間に材料を全部置いておきましょう。うん、あいつ働き者だな、早い。ではこれをしまって、これもしまって、で今 98% か。まあ、ここら辺で見てれば終わるかな。あ、てか腹が減ってる。ハートがなー、もういらないからな。お、ここに置いた。お、なるほど。え、どういうこと。ちょ、発動。お、発動した。
ャドウトラップ何個だったっけ、4つ作ったよね。ここに2つ置かれてて、あとここか。あ、なるほど、ここまで侵入されたら、てかさ、ここら辺もちょっとトラップ置いときたいよね。あと入り口のところ、え、どうしようかな、まきびし用意しとこうかな。デーモン兵団って言ってもさ、結局は歩いてくるからさ、ここら辺で突っかかってる間にまきびしのダメージを少しでも稼いでおくと楽になりそうだな。今回はちょっと戦闘重視でいこう。戦闘重視でさらにトラップを充実させる。トゲ罠、これを800個もいらねえな。200個設置します。まずはそうだね、侵入された時のために、ここのっていうかさ、ここら辺もすでに置いとこう。このギラのところにも、じゃあちょっと置いてきます。その間に完成した。ちょっとまたまきびし置いてるとこなんですけど、少々お待ちを。よし、じゃあだいぶまきびしを、巻いたので、これで戦闘をやっていきましょう。この辺とかね、まだちょっと空いてんだけどね、ここは回収しとこう。動きに邪魔になるからな。で、どこにいる、みんな中にいるか。あいつどこ行ってんだ、墓参りにでも行ってんのか。待って、誰、いたヒャドトラップ置きましたと。ハーゴン3兵団を倒しても敵が湧いてくると思ってる。このデジロがあれば戦える。共に教団と戦ってくれ。どうした、言いたいことがあるならはっきり言ってくれ。いや、俺が言ってたわけじゃないよ、リックが言ってたんだよ。この揺れは来るか。てかさ、武器庫からちゃんと持ってって鋼の剣一本なんでさ、だからさ、ここに置くんだってば。一応みんなの武器は見ておきますかね。まあ鋼の剣で大丈夫でしょう。じゃあ鋼の剣だね。こいつ銅の剣だな、銅の剣だな。てか足りてないのか、そもそも。1、2、3、4本、新しく来たやつらがみんな銅の剣か。鋼の剣持ってた兵士死んじゃったからね、死んじゃってそのまま一緒に鋼の剣と一緒に埋葬されてるからな。こっちだった。でガイアの剣か、金のインゴット。さっき金を手に入れたからね、ちょっと5本作ろう。またガイアの剣でいきます。でこちら辺のちょっといらないのは霊によってしまって、でガイアの剣を取り出して、ちょっと金を少し作りましょう。インゴット
じゃあ10、いやちょっと待って10個くらい、あそっか金って単独で使うことないんだっけ、絶対インゴットにしてから使うんだっけ、なんか分かんなくなっちゃった、肉が置かれていた。よし、ではガイアの剣、アネッサってもうガイアの剣だよね、この衛兵だから赤いやつは。よし、こいつらかなり期待できるからな。よしで、ちなみにこいつもガイアの剣、いいね。でベホマラー軍団はまあ鋼の剣でいいでしょう。でこのじいさんもガイア装備させたからあと1本余ってんだよね。じゃあそれは女性でいいよね。では行きましょう。ちょっと待ってね、これ先に1個食っとこう。魔物の大群デーモン兵団、準備は OK です。魔法兵器は確かにすごい、だが戦うのは俺の役目。壊したくて壊したくてたまらない。まず俺が先行して足止めをする。ここどうだ、ダメージ全然取ってるじゃん。よし、ここで足止めする。まずは壊れてる、あんまりキャベツえ。ちょっと逃げる逃げる逃げる、約束約束、早い、さすがキラーマシンだ。凍ってる、じゃあおとなしくここでやった方がいい、よくね。踏め踏め踏め、つえ。作るとかかってんのがいいよな、俺にはかけてくんないけど。ここはまきびし置いてあるとこだっけ、踏め、よし、いや杖ガチで杖、あれモンスター数こんな少なかった、一応もう必殺が使えるな、数より質か。押し出せ押し出せ、もはや見えない、いてキラーマシン攻撃力が高えな、甘い、いやヒットポイントも高いしな。よし倒した、薬草2個使おう。でここに入ってきた瞬間に必殺技を叩き込む。さあそして一応これも発動させとこう、もうどん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 発動させて少しでも減らしておく。げっなんかおせおせおせ、はいはいはい、バギーとかさ発動させても意味なくね。こいつが侵入している。ちょっと待って。いて。ここのスイッチってどこ？あ、これか。はい。よし、いいね。もう一回押せるんじゃん。はい。え、ダメだ。一定時間ちょっと時間かかる。キャドが発動されるまで。よし、ちょっとまた先行して。来い、あこの骸骨は完全にほっといて大丈夫だな、叩き潰す。よしでカチカチカチと、で問題ここだな、来た瞬間にあ壊されてる、マジでスカイやるなキラーマシーン。
壊してくるとは。いや、やはりトラップがないとちょっときついな。ここだ、 OK。 てかベホマラー唱えてくれてるから多分味方あんまり減ってないんだな、ヒットポイント。ここのヒャド装置壊されたの痛えな。やるではないかビルダーよ。イオナズンでムーンブルク城もろとも灰にしてやろう。アークデーモン、アトラスがいるってことはバズズとさベリアルも多分いるよね。で、必殺技使えないんですけど。まだあいつ来ないな、こっちに。あ、イオナズン唱えてたのか。来たところを、よし、ここ狙い撃つ。当たる？いや、当たってないっぽいな。ちょ、待って俺逃げるわ。行って、ちょっとここまで一回おびき寄せよう。俺さ、こっからさ弓矢打っててもよくないか。ここだったら当たるよね。これしかも貫通するもんね。ちょっと連打してるだけだけど、ちょっと分かんない。照準変えられないからね。当たってる当たってる。これ俺の意味だ、今44って。みんなまだまだ元気だな。悲しいな。いやでも元来戦闘はシドンの役だからな。よし、こいつを倒したら必殺技を使いに行こう。戦闘中は話しかけられない。くーっ、ほら凍った。すえ、あ、守備力上がった。スイッチオン。いや、イオナズンすごいね、破壊力抜群だわ。あ、壊されてる。あ、倒した。いや、ただだいぶ破壊、めっちゃ破壊された。さすがだな、アークデーモン、やりおるわい。ここに来てからかなりレシピひらめいてんな。さすが戦闘の地、魔法の盾。ほぼ元通りになったって、これ多分あれだね、城壁系は元通りになるけど、床のね、罠はね、戻んないんだよね。これほどの力とは、己人間め。貴様らは戦いの宿命から逃れられん。この、針の上で死んでいくのか、痛そうだな。これで目標達成。いや、そんなないよ。いや、ありませんって言うよ。ほら、ゴールドとは何です。これから何が起きるかわからん。壊れた城と出城を修復しておこう。ほぼ元通りになった。だ、壁関係なんだよね。で、どうせ王様の命令その3まであるんでしょ。アークデーモンの言葉が気になる。王家の紋章も未だ敵の手にある。悪い予感がする。強大な力が迫っている。今は考えても仕方ない。できることをやっておく。デーモン兵団を撃破した。君がいなければできなかった。君がここまでやるとは思わなかった。でもおかげでもうすぐ僕の目的も果たされる。王様から命令を受けた。君に作ってもらいたいものがある。不届き者を入れる牢屋が必要。いつ何があるかわからない。城の地下がいいだろう。地下倉庫を活用した設計図を書いてくれ。
え、またここに行くの？俺ここ完全封鎖したんだけど。牢屋の扉と牢屋の壁、あとはまあ大したあれじゃなさそうだな。これは悪くない。ゲー自分で作れってことか。悲しいな。お前どうやって来たの？ここ俺が完全に封鎖したんだけど。これさ、出るのがちょっとさ、視界的にめんどくさいんだよね。水が流れてきた。窒息死する。いけない。ここじゃあちょっとここやっとかないとダメか。普通に階段みたいな感じでやんないとダメだね。水どっから流れてきてる？こことここをせき止めよう。でこっからじゃあ地下に入っていく感じで。この水ずっとあるけど。でまあブロックは見れば大丈夫かな。夜になってるか、一回寝よう。あと食い物がない。食い物が箱の中からパクってくるか。ここはもう満杯だよね。で見た、一目散にな、飯を食いに行くからな。だからなくなるんだよな。上にいる人たち完全に出遅れてんな。でもしょうがない、足りないんだから。あーまだ立ってないか。結構時間かかるね。薬の葉はめっちゃ早い、出来上がるまでが。では地下牢を作りましょう。必要なものとしてはまずこれが13個。2個作ればいいか。2セット。であとは牢屋の扉、あれこれ2つで大丈夫。あとこれか、石壺に。と捕虜の鎖と、あとあるやつで大丈夫かな。よし、 OK。そう、行くのがめんどくさいからね。いや近いは近いんだけど、めんどくささがある。水流れてきて、この水って回収しとくか。ちょっとあれ流れてきてる、どっから流れてきてる。せき止めたはずなのに、せき止められてない。どういうことだ一体。どっから流れてきているんだ。そう、この岩、白岩でいいや。これここに置いて、ここに置いて、あー、これでせき止められた。なんだ、マジでどっから流れてきてんだ。ここもせき止めないとダメ。あー、これで大丈夫は大丈夫だね。ただ戻るのが相当めんどくさいぞここ。こうか。よし、じゃあ牢屋作りしよう。まず白壁が、
城の壁がどこだ。あれ、城の壁手持ちがない。まだあん中に入ったまんまか。あそこは判定してくんないんだね。ちょっとワープで戻る。あ、元に戻ってんな。あれ、めっちゃ元に戻ってんな。ここにあるやつまで元に戻ってるぞ。あ、でもここ回収したしね。あ、別の箱に入ってんだ、きっと。何個か箱作ったからな。白壁、いや、自力で作り出すか。大理石、回収しといてよかったな。まあ、100個あれば十分でしょ。王様に謁見してる。こっちじゃねえし。ではではでは、まず城の壁、これをここで、こことここ、壺なんかここに置けって書いてあったよね。違う。え、ここ何？壺置いてない？え、壺だよな、これ。壺4つ？あ、これ、かがり火じゃん。壺に見えた。そうだよな、ね。ちょっと待って。壺をさ、こんな外に置いてもしょうがないからね。かがり火なんて作ってきてないわ、そういえば。持ってんのかな、俺。あれ、持ってる。余分に使ったのか、余ってたのか。で、牢屋の壁、これがここら辺、中から作ろう。自分で作って自分で閉じ込められる。よし。で、あとは捕虜の鎖と牢屋の扉と、え、待って待って待って、あ、空き部屋ができたのか。牢屋の壁だ、壁がまだこの上に必要なんだな。はい。で、捕虜の鎖、これがどこだ。いや、分かりづら。だいたいそれっぽいとこに置くしかない。こっちかな、ここ。ちげえ。じゃあここ、ちょっと待って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 、できてなくないか。あ、待って待って、できたの。いや、できてないよ。違うよ。隣か、隣のこっち、あ、ここか。ちょっとトサカ邪魔。小さい牢屋、そりゃみんなこんな牢屋に入りたくないよな。そりゃ出てくよ。みんなここのさ、地下の部屋のこと知ってんだね。てかリックが来ねえんだけど、そもそもあいつ何してんだ。はよ来いや。どこだ、いた。お前作らせといて、そんなわけのわかんねえところにいるのか。牢屋が完成したんだね。見てないくせに。誰を入れるかはもう決まっている。すまない、ミカミックス。おい、これはどういうことだ。君が危険な存在だってアネッサが王様に進言した。僕も王様の命令には逆らえない。そういうこと言ってるんじゃない。俺を入れるために作ったのか、こいつらの命令を聞いて。言い訳は聞きたくない。こんな時もヘラヘラした顔しやがって。お前のこと見損なったぜ。これも全てアネッサの企てらしい。僕たちの中を裂いて戦力を削ぐため。アネッサは信頼が厚くてね、取り合ってもらえなかった。でも僕は諦めない。必ず悪人を捕める。指導も牢屋から出してみせるよ。
いや、そのまま破壊したらいいじゃん。ここで何をしてる？この揺れは。しばらく見ぬうちにこんな城を作るとは。これは破壊のしがいがある。アトラス様、人形を見くびってはいけません。一気にひねりつぶしましょう。でかっでかすぎだろ。悪魔神官よ、それには及ばん。じわじわとなぶり殺しにしてやるのだ。行け我がしもべたち。いや、アトラスはやばいでしょ、どう考えても。まあ、指導をね、どうせだったらこれで破壊すればいいだけなんだけど、イベント的に破壊できないと思うんで、とりあえずこれ食おう。え、指導なしはきついよ。大総督アトラス、アトラスが大総督なんだ。だってアトラスってさ、3人のうち最初の敵だったよね。アトラス、バズズ、ベリアルだよね。うん、まあ大丈夫ダメだけど、必ず勝って活路を開こう。ホッホー様から預かっているものがある。手投げ爆弾5個。この戦いは負けられない。アトラスいるので、必殺技もだって詰め込むって何？え、ない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 、どこ行った？もし花火これあ、ボストロール、ただの一般雑魚兵になり下がってんだけど。あ、やはりこいつの魔法なんだな。危険だな。俺が先行して行かなくては。魔法唱えてる間は俺には大してダメージ当たらないから。倒せるやつの数を減らしておこう。よし、向こうどうなってる？まあ、罠はそこまで破壊されているわけではない。ゲッ、マジかよこれ。届いてる。おお、烈風剣。よし、ヒットポイントだけ気をつけて。ちょっと空飛んでんのはまずいからな。いや、こいつはまずい、こいつはマジでまずい。凍る？どこだ？これ。よし、凍った。作るとって言ってる。このさ、バギの風がさ、ダメージがあればいいんだけどね。よし、ちょっとこっちも。二段構えだな。結構短い。これ三段構えの方がいいんじゃないか。魔物ハンターになったけど、ちょっとまだ戦闘中なんですけど。はいはい、ちょっとでもダメージを減らす。硬い硬い硬い。まずはここに少し集まってきたところをやった方がいいんだよね。カチッと。よし、いや、早いわ。ちょっと、しまった、薬草が1個しかない。ここ発動する？よし、発動した。一定時間か、多分。ちょっともうとにかく俺はここで。よし、オッケー、頼むみんな。うおー、破壊された。俺はもうこれしかできん。ここにいて手投げ爆弾でも投げてりゃよかったかな。おおおおおおお、入られるぞ、
入られた。届くか。あ、もう届かない。やはり指導がいないのはまずいよ。一匹すっげえ入られてっかんね。どこ行った？あれ？始末した？37の38。あと1体。ここか。いつの間にか始末したんだな。よし。これで全部だね。いや、だいぶ破壊されたね。でもやっぱりこれで指導の重要性が分かっただろう、みんな。いや、むしろ指導がいなくてもなんとかなるみたいな、そういう流れになっちゃうかな。ほぼ元通りになった。なんとか敵を退けることができた。敵の親玉は残ってる。あの化け物を倒さなければ戦いは終わらない。アトラスが王家の紋章を持っている。悪霊の神と恐れられたアトラス。あれちょっとでかすぎる。そもそもでかすぎる。わしが伝説の勇者ロトの血を引くたくましくも凛々しい王であること。もう一度言う。わしはロトの血を引くムーンブルクの王。アトラスを倒す手立てはある。結局のところビルダーだの。わしのそれっぽい何かを利用してアトラスを倒す究極の兵器を作ってほしい。わしの考えを伝えるそなたの力で形にしてくれ。これどこ？後ろの方もしかして。副刀の設計図 1？ え、なんだこれ。何をやろうとしてるんだ全くわからん。ミナデイン法とか、それは確かに強い。ミナデイン法、私たちの力を一つに集めて敵に打ち出す魔法兵器。砲台というより塔。2つの塔で力を集めて砲台で発射する。1本目の塔。最後の頼みはこれだ。王の命令その3。アトラスを迎えて。ミナデイン砲でアトラスを倒すべし。ミナデイン砲が完成すれば悪霊の神と言われたアトラスも倒せる。みんなで力を合わせて作り上げるのだ。まあ、ミナデインもそうだけどさ、王様だったらギガデイン使えないの。先ほどから浮かぬ顔に見える。指導、そうだよ、必要だよ。家臣の進言も聞かなければいけない。ラーの鏡に映らなかったのは気にかかる。時が来れば解放する。しばし待つがよい。高みの見物はしたくない。今からビルダーとして建築を手伝う。素材集めからミカミックスさんに頼むのもなんだか気が引ける。素材を集めてこよう。若い者にはまだまだ負けん。どちらが多く集められるか競争じゃ。え、お前らはどうすんだ。いつものニコニコ側はどうしたんですか。シドウさんのことが心配ですか。アネッサさんが王様に強く進言してシドウさんを牢に入れることになった。でもアネッサさんはシドウさんを危なっかしく思っていながらその強さを信頼していた。ジローム様とホッホ様はどこに行ってしまったんだ。大理石いいね。綿や木材こそ入りようじゃ。
白壁大量に作った石の延長大きなタペストリー、全てここに入れておく具法。死んだが安らかに眠れ。棺桶は用意してやる。あ、もう素材完全に集まった。シスター、設計図の完成には塔の台座に力のオーブ、特別なものを置く必要がある。塔の組み上げはまたかせて取ってきてもらいたい。心当たりがある。ムーンブルク城から北へ進んだ丘の上に一体の女神像が立っている。力のオーブは女神像が見つめる先の大灯台。アネッサのことは一回後だ。少しでも戦力が多い方がいい。必ず真相は僕に任せてくれ。大灯台で力のオーブを見つけてきてくださいと、いうことで、じゃあ次回はちょっと大灯台の方に向かっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。